ジョセフ・ビースワンが、ジャガイモのようなものを担いでいる写真。看板にあるマギー・マーフィーとは、ジャガイモの品種の一つである。コロラド特大ジャガイモ事件は、1895年に、W.L. ソーンダイクが仕掛けたいたずらのことである。ソーンダイクは農夫であったジョセフ・ビースワンに、巨大なマギー・マーフィー種のジャガイモのようなものを担ぐ、格好をさせ、それを写真に撮影した。 この写真は芝叩く間にアメリカ全土へ広まり、ディップリーズ・ビリーブ・イット・アノットにまで展示された。このいたずらはアメリカのコロラド州ラブランドで行われた。この時、地元新聞の編集主官だった WL ・ソー・オン・ダイクは来るストリートフェアの告知をしたいと考えていたが、そのために彼が頼ったのが農夫のジョセフ・スワンであった。 スワンは70種類以上の品種のジャガイモを育てたことで有名で、以前にも複数の新聞が彼の農園の作柄の良さを取り上げていた。地元の写真家、アダム・タルボットの協力を得て、ソーン・ライクたちは1枚の写真をでっち上げ、それが1895年にラブランド・レポーター誌に掲載された。これは重さが86ポンド10オンス。 寸法が2フィート5インチのジャガイモの収穫と撮れる写真であった。スワンは誓って、このジャガイモは自分が育てたものだと語った。この写真がアメリカ全土に広まるまで時間はかからなかった。1000人を超える市民がソーン大工宛てに手紙を送り、特大のジャガイモを育てるためにマギージャガイモのかけらを求めた。ジャガイモの種を欲しがる人も当たり前のようにいた。 ソーンダイクは話が自分の手に負えないところまで広がっていることに気づき、この写真がデッチ上げによるいたずらであることを認めた。彼によれば、この偽物のジャガイモはスワンに頼んで、木彫りで作ってもらったものだった。この写真は様々な出版物に掲載され、サイエンティフィック・アメリカンやリプリーズ・ビリーブ・イット・アノットにも採用された。その書籍版であるワールド・オブ・ リプリーズビリーブイットオアノットにも改めて掲載されたが、この写真がいたずらによるものであることには言及がなかった。リプリーズビリーブイットオアノットはテレビ番組にも放案されたが、この写真はそのオープニング映像に使われた。2012年にコロラド州出身の劇作家、リック・パッドンはこのいたずらを下敷きにふたまくものの儀曲、偉大なるラブランドのジャガイモジョークを書いている。 ありがとうございます。